タイトルなんで、いよいよ、ちょっといいですけども、はいはい、監督の心境いかがでしょうか。そうですね、1月入ってからは早かったですね。まあね、まあ、11月ね、秋のキャンプ終わってからね、まあ明日を待ち遠しくしてたんですけど、来てしまいましたね、もうね、はい。先ほどまで行われたミーティングでは、うん、はい、どんなことを確認したんでしょうか。いやいや、まあキャンプで、ね、まあ、この1ヶ月ね、まあ、ね、23年スタート切るんですけどね、なかなかキャンプではね、その成果というか、なかなか出ないんでね、まあ、シーズンでね、やっぱりなんとかね、自分の力を発揮できるようにね、この1ヶ月ね、まあ、まあ、自分の力をね、信じて、まだね、今は、ね、まだまだね、若いね、伸びしろの多い選手が多いんでね、1段、2段、また大きくなってね、シーズンを迎えようということですね。キャンプの内容なんですけれども、どうでしょう、特に重視したい練習ですとか、強化したい部分というのはどうでしょうか。いやいや、もうね、第2クール、ね、第3クールの2日間までも、ね、その実戦じゃないし、まあ、シートなんかピッチャーね、やりたいみたいですけど、まあ、11、12の紅白ね、まあ、全員でやるんですけど、まあ、それまでは、今年のチーム方針としてね、例えば連携とかね、いろんなサインプレーとかね、まあ、そういうのをね、まあ、ちょっとね、実践なしに練習、ね、ばっかりになるんですけどね、そういうのを、ね、徹底してやっていきたいと思いますね。まあ、それから紅白があって、そこからまあ実践でね、まあ、早く実践でね、みんなやってたことをね、結果を出したいと思うんですけどね、まあ、それまではもう我慢して、ね、練習したいと思いますね。どうでしょう、特に期待したい選手挙げていただくとどうでしょうか。いやいや、まあ、特にだからこれはもうね、今回はね、本当に若いチームでね、なんで、まあ、もう全員ですよ、ね、全員がまだまだ、ね、もっと、ね、力を発揮して、ね、もっといい数字を残せるっていうか、ね、そういう選手ばっかりなんで、まあ、その辺で含めて、まあ、誰じゃなしにやっぱ全員ですね、はい。改めてになりますが、どんな1ヶ月にしたいでしょうか。いやいや、まあ、まあ、とにかく、ね、その大きな怪我とか、ね、そういうのはなくね、まあ、みんなが、ね、本当、まあ、やりきった1ヶ月に、ね、して、まあ、それはシーズンに、ね、本当に、ね、それうまく、ね、結果が出てくれればいいですけど、まあ、これは本当にわからないことなんで、まあ、とにかく、ね、この1ヶ月、ね、全力で、ね、自分の、ね、力をもう十分発揮して、ね、悔いのない、ね、一日一日を過ごして1ヶ月乗り切ってほしいですね。